はぁ、前回は偉いカードを拾っちまったな。そのカードの存在を誰かに知られてはいけませんよ。さもなくバピーされるからな。しかもここからは本当に辛いことがたくさん待ち受けてるらしいですから、そういうコメントがたくさんありましたから。どんどんやつれていくけど大丈夫か。まあ、やるしかないんで。なんだあれは。これまたマイクラで作ったような階段ですね。さっきまで何もなかった空間に、階段がある。これも仕掛けなのか。この犯人はよほどの金持ちと見た。確かに金はかかってそう。見てよマリサラさん、気づいたらこんな階段があったんだ。どこへ続いているんでしょうか。2階ですね。マジレスやめて。わからない、けど。少量だけど、ホエミー命が点々としてるんだ。きっとこの上に行ったんだよ。ホエミーが、てか人形が血を流すって変じゃないです？え？ホエミーは人間説？僕も今来たところだから、わからないよ。誰かいなくなってないかい？一人でこんな階段を進む人がいるとは思えないが。もしかして、登る気じゃないよね、マリサラさん。悪いことは言わないからさ、今はやめておこうよ。それより、マリサラさんに見せておきたいものがあるんだ。え？食堂の奥へ来てよ、お願い。あ、ソウさん。なんだろう、見せたいもので。罠じゃないでしょうね。ソウさんはあんまり信用ないからな。いつの間にこんなもんが。まさか、この階段の先は、脱出、できるわけないよな。わからん、けんど、どの道それは行くしかねえってことだろうな。くそ、どうせ罠だぜ、どうするマリサラ。T シャツの上からでもわかるほどの筋肉、からのパックマン、マジでどうでもいいわ。今はみんな浮き出したってます。行くなら全員がまとまってから行きましょう。でもよ、メインゲームの話、聞いたろ、俺たちの中から誰か一人を、死なせるんだぜ。参加する気はもちろんねえが、心情的に、団結は、もう無理なんじゃねえか。そう、かもしれませんが、みんなを疑いながらってのも。くそ。じゃあねえ、待ってみるぜよ。お前さんを信じてみるべや、ここ上がるときは全員が揃ったときぜ。もし勝手に行こうとする奴がいたら、とっ捕まえてやるけ。手荒にはしないでくださいね。九太郎は人間味があって結構信用してます。確かに裏表がなさそうだよな。まあデスゲームが始まったらみんなどうなるかわからないが。もちろん、私もな。あ、カンナトレコさん。ほら、これで吹け。ありがとうございます。あのクソ人形め、着替えなんてねえのに。二人とも。え、カンナ？カンナはとても驚いたような目で、こちらを見た。その目は、今までのような信頼を寄せたものではなかった。私は、カンナに嘘をついた。その嘘が、結果として、カンナの心を深く傷つけてしまった。姉もよし、ホエミーがあんなことを言ったせいで。いやマリサラだって最初は本当のこと言おうとしたじゃねえか。三島先生だってカンナを守るためについた嘘なわけであって。とにかく自分を責めるのはダメだ。マリサラ悪い、カンナの着替えになりそうなもの、探してきてくれないか。お安いご用です。でも嘘をついたことによってあんなにカンナを傷つけてしまった。そしてカンナからの信頼を失ってしまった。あ、ジョーは孤独にうつむいている。一人にしてほしいか。そうだな。ここはそっとしておこう。今は、声をかけられないな。マリサラか。気づいてたか、ジョー。感が鋭いですね。ここ、なんか落ち着くんだよな。酒なんか飲んだことないのに、なんでだろうな。本当は飲んだことあるんだろ。ほらほら白状しちまえよ。楽になるぞ。なあ、マリサラ、刑事さんのこと、本当に警察官だと思ってるか？え、お前途中からめっちゃ信頼してたじゃん。ジョーは、ずっと疑ってたのか。いや、マリサラの意見が聞きたかっただけだって。私は刑事さんのことは結構信頼してたが、じゃあ自分を信じて進みましょう。そう、か、そうだよな。くそ、ダッセーよな俺、ちょっと意見が割れや不安になってよ。俺さ、あの中に誘拐犯側の人間なんていないと思うんだよな。え？おかしいぞ、それを最初に言い出したのはジョーじゃないか。でも信じようとするほど疑っちまうんだよな。こいつブレブレじゃない？なあ、マリサラ。刑事さんのこと、少し探ってくれないか。私が？は？お前が探ればいいだろ。いや、悪い、やっぱ聞かなかったことにしてくれ。信頼したいからこそ、疑う。お互いを思うと、知った方がいいのは、確かだ。私が死なないためにも。私、今何を？マリサラ？なんでもない。何を考えてるんだ、私は。私に任せろ、ジョー。マジか。いや、お前が言い出したんじゃねえか。無理しないでくれよ、マリサラ。ここに来てジョーがブレッブレになりだしましたね。最初捕まった時ストーカーを見たからこの犯人はストーカーだ。とか言ってたよな。ストーカーを見たなら顔もわかるからこの中にいるかどうかわかるのでは？ジョー、信じてたけど怪しくなってきたな。実はマリサラのストーカーはジョーだった。とか、いやそれはねえって。だってあいつ毎日私の帰りを待ってくれて、送ってくれて。あ、それってストーカーじゃないんですか？あいつはただ私の心配をしてくれて。あれ？なんでカンナがここに？なんだ？カンナ双子説。椅子にはカンナが座っている。なになにどういうこと？これは、人形、だ。なんだ人形かよ。服で見えない胴体以外は、気味が悪いほど、精巧に作られている。人形の手には、ご自由にお使いください、と書かれている。
ご自由に、か。服の下も精巧に作られてるんですかね。お前来いよ。てか三島先生も人形だったらよかったのにな。服まで、完全に同じに見える。人形の服を剥ぎ取った。よし。人形とはいえ、このまま放置はなんだか悪いな。カンナの人形を目立たないところへ置いた。すまないな、人形さん。この人形が後にあんなことになるなんて、きつなこと言うなや。でも絶対後から何かしら使われそうな気がする。ささ、早くカンナに服届けてやろうぜ。マリサラ、着替えになりそうなもの、見つけてくれたか。青い部屋で見つけました。な、全く同じ制服じゃねえか。不気味だぜ、こんなものまでしっかり用意されてるってよ。ありがとうございます。カンナ、さらに追跡してる。手を置いてまたビビられても嫌だしな。マリサラすっかり嫌われちゃいましたからね。まあそのぐらいのことをしたんだ私は。カンナ。カンナ？カンナはもう怒ったカンナ。カンナは驚いて私から距離を取った。おいカンナ、落ち着きな、どうした？これは相当ですね。ごめんなさい。もう、優しくしないで、ください。希望を持つのは、怖いんです。カンナは走り去ってしまった。マリサラ、なあ、どういうことだ？あのですね、話すと長くなるのですが、今度は正直に話しておくべきだろ。でも、怖い。猫さんはきっと、あの時正直に話すべきだったというだろう。でも、私は。マリサラ、こっちを見ろ、思い詰めるんじゃねえ。え？話してみろ、私の言うことが聞けねえか。わかりました。姉を、猫さんって頼りになるよな。三島がそんな話を。はい、でも三島先生だってカンナを守ろうとしてついた嘘なわけであってですね、誰も悪くないと言いますか。やめろよ、そんなこと言うんじゃねえ。傷つけるために言ったのか、違うだろ。は、はい、でも結果は。確かに最初は三島が嘘をついた、それが正しいことかわからねえ。けどよ、確かにカンナの目には希望が宿ってたんだ。心が折れた人間に、夢を見させることがどんだけ難しいか。くそ、私は。なんで三島にへんてこ教師だなんて言っちまったんだ。猫さん。男だからって、ろくでもねえ奴だと決めつけるのは、よくねえな。事情はわかった。カンナのフォローは私がやるよ。マリサラ、大事なのは、これから、だろ。はい。姉を、頼りになる奴だぜまったく。カンナからの信用を取り戻さなくては。確か、ソウさんはここに来いと言っていたが。マリサラさん、こっちこっち、ここだよ。え、ソウさんそこにいるんですか？どこにいるんだよ。声のする方向へ、ライターで火を照らしてみた。なんじゃあや、ドア？こんな場所があったなんて。なんか隠し部屋を見つけたとかって言ってたよな。罠かもしれないですから気をつけてくださいよ。こんなところで堂々と何か仕掛けてこないで暗すぎだろ。暗いでしょ、スタンドしか明かりがないんだ。こんな暗い場所で見せたいものって何ですか？くどこ打ったって無駄だぞ。マリサラには親という人が、あれ？今は嬢だっけ？お前が喋るとややこしくなるから黙っとれ。机の上、調べてみてよ。クッキーかな？これのどこがクッキーに見えんの？机の上には何かがピタリと固定されている。これは、ノートパソコンだ。興味深いでしょ。一応起動させてみたんだ。電源コードはついてないけど予備電力で動いてるみたい。つまり、充電が切れたらおしまいさ。慎重に中身を調べたいんだけど。そうですね。でもこれ犯人がわざと置いたものでしょ？それがね。パスワード、つまり暗号でロックされてるんだ、このパソコン。中が見れないってことですか？適当なワードで試してるんだけど、充電だけが減っちゃって。何か、心当たりないかな。私が？全然心当たりないけど、犯人の銀行の暗証番号じゃないですか。パスワードが解ければ犯人の口座から現金も奪える。いや私そんなんで犯罪者になりたくないわ。だ。誰かの人命じゃないっすかね。超適当じゃん。しょうがねえだろ、全然心当たりがないんだから。そっか、可能性はあるよね。それにもし人命で解除できれば、このパソコンの持ち主である可能性が高い。ただ、全く知らない名前だったら、知りようがないんだけど、都合よくパスワードの書かれた紙が見つかれば、一番いいんだけどね。それこそ、罠ですよ。そっか。ヒントでもあれば。どうせ犯人がわざと置いたパソコンならどっかにヒントがあるんじゃないですか？そっか、ヒント、か。もしかしたら、これは誘拐犯側が置いたヒントなのかもしれない。どういうことですか？彼らにとってはどうでもいいけど、僕らにとっては有益な情報がここに入ってるんだよ。謎が解けたら気前よくくれてやる。ダメならダメで構わない。ってね。充電が切れればもう見れない。次元式の宝箱ってところかな。そんな親切な奴だとは思えない。よし、僕はここでパスワードの解析頑張ってみるよ。マリサラさん手がかりがあったら教えてね。期待しちゃダメだ。けど希望がなきゃ、上を向けない。充電が切れるまでは、ソウさんも上を向いていられるのかも、しれない。日よりそういじりすぎて充電切らさないですかね。暗くてわかりづらいが、本棚があるようだ。背表紙はちゃんとしてるけど、中身は白紙のノートだったよ、全部。刑事さんは、本の並びに理由があるかもねえって、言ってたけどね。刑事さんもここへ来たのか。
てかその本の並びがパスワードのヒントなんじゃないっすか。それめっちゃありえるな。まあでも今はこれ以上は探れないみたいだ。別のところでも行くか。そういえば食堂であったっきり解散の姿を見てないな。うちらの中で解散警察説浮上してますからね。いい、今赤い部屋に誰か入っていったぞ。今人影がいたような。大変だ。捕まえに行きましょう。そっちの人影じゃねえよ。